近本教授です。今回は短距離走行で燃費を上げる方法ということでお話したいと思います。まあ、ただこの方法はですね IDCD ハイブリッド限定で、しかも市街地走行メインの方、まあ、走り出してですねすぐにこう低速巡航とかできる環境の方はまああまり意味がない話なんで、まあ、特定の方に限られるんですけれどもお話したいと思います。まあ、この IDCD ハイブリッドっていうのは暖気してる時に全然エンジンを効率がいい回し方をしないです。まあ、普通てか最近のねハイブリッド車は MMD とか EHEV もそうなんですけれども、暖気中にねそれなりに充電する、まあ暖気してる時も結構エンジンはまあそれなりに燃焼効率がいい領域で回してる。もちろん止まってるんであんまりねエンジンぶん回すと音がうるさいんで回転は低く抑えられてるんですけれども、でもねそれなりに効率悪くない領域で回すんですけれども、この車は本当に暖気のためにしかねエンジン回さないんでバッテリーはほとんど充電しないんですね。まあ、なので暖気するためにエンジンを回すっていうのがすごく効率が悪いわけです。なのでこの車の場合はまあねその止まってる時に暖気しないから、まあ、止まらないで走り続けた方がいい。まあエンジンかけたらもうある程度すぐ走り出してずっと走りっぱなしにしたいということですね。まあ、ただそれができない環境であれば、まあ、どうするかというと、もうエンジンを止めるということです。なんで走り出して、まあ、すぐにねこう信号待ちとかで止まったりするときっていうのにエンジンをいちいち切るんですね。最初暖気中はいちいちパワースイッチをオンオフを繰り返すと、で止まってるときはアイドリングストップするというのを人為的にやると、まあ、こうすることによって結構燃費が上がりますね。まあ、最初の5キロとかの、ね、燃費の上がり方が全然違います。寒い地域に住んでる方とかはね、まあ、かなり、まあ、燃費上げることを第一に考えたら有効なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、ただですねこの件なんですけれども私最近までね、こういうことはしなかったです。まあ、というのもねエンジンかかってすぐはあんまり走んない方がいいのかなっていうふうに思ってたんですよね。まあ、それはオイルのね潤滑とかっていろいろあるの で、その辺私あんまりちょっと車に関しての知識はないので、ハイブリッドシステムじゃなくてねその車他の部分で、まあ不具合があるから、だから IDCD はその辺を考慮して、まあ、走り出しっていうか、まあ、エンジンかけてすぐはね充電をしないのかなって思ってたんですけど、まあ他のハイブリッドシステムっていうか IMBD とか EHEV が普通に充電してるんで、まあおそらくそれはただ単に燃費を、まあ、実燃費のことこの車考えてないんでね、まあ、カタログ燃費ありきの制御になってただけっていうことで、まあ、あんまりその機械に任せない方がいいなというふうに思ったんで、まあ、普通にそういうことを最近するようになりました。そうするとねやっぱ燃費ね短距離だと上がりますね。この IDCD ハイブリッドは正直制御はいろいろダメダメなんで、どんどん人為的にね介入していっちゃっていいと思います。まあ、それがこの IDCD ハイブリッドの面白いところですね。まあ、ハードはすごく優秀なんでソフトがダメでもそこをこうユーザーの思うようにね操れるっていうところがすごくいいところなんで、その暖気時のエンジンの回し方とかっていうのは、まあ、ハイブリッド車にあるまじきね、ことをしているので、その辺はもうね割り切ってもうエンジンを止めるっていうのもありかなと思います。 DCT だから暖気の時ってハンクラッチになるから、まあ、そういうのも含めて、まあ、いちいちエンジン切ったりっていうのは前は、ね、しなかったんですけれども、よくよく考えたら別に問題ないかなって最近思うようになりました。まあ、私特に立体駐車場を使ってるんで、そうすると一回車出して、まあ、まず昇降機を上げるわけですね。で車を出してで、まあ、車その数メートル動かして、でその後一回車から降りて昇降機を下ろすって作業をするんですけれども、まあ、その時に今までずっと、ね、エンジンかけっぱなしだったんですよ。でも最近は、まあ、車から降りる時に一旦エンジンを切ると、まあ、パワースイッチオフにするということをしてるんですね。まあ、そうすることによって、まあ、その止まってる分ぐらいの間かな、まあ、エンジンがかかりっぱなしにならないということですね。まあ、あとはその後信号待ちとかで止まったりする時もいちいちエンジンを切るということをしてます。まあ、ただこれ全然推奨はできなくって、本当に燃費を追求したいっていう方だけにお勧めしたいと思いますね。なんでかって言うとやっぱりいざ発進って時にパワースイッチオフの状況から発進するとなると、まあそれなりにね時間がかかるんで、あんまりこう信号待ちとかで止まってパワースイッチ切るっていうのはあんまりよろしくないと思うので、
推奨は全くしないですけれども、まあね、そういう走行環境とか、まあ、気温とかが低い時はそういうことをしたら結構ね燃費自体は上がるんじゃないかな。短距離で、非常に本当にね、あの効果はかなりあると思います。はい、まあ、15キロ弱しかしてないですけれども、まあね、燃費それなりに良くなってきました。まあこれやっぱ暖気のね影響っていうのが、まあそうですね、30キロぐらいは走んないとかなりあるので、まあ短距離走行で、なかなかその JC08 モード燃費とかっていうのはね、超えられないわけですよ。まあ、JC08 モード燃費っていうのはホットスタートの割合が多いんで、まあ、あとですね、 IDCD 市街地走行だと、まあ、その暖気してる時にすごい効率悪くなるって言いましたけれども、まあ、EV ならない病ね、これも厄介なんですよね。まあ、EV ならない病を1回起こしちゃって、でその後バッテリー満充電近くまで溜まったら、もうはっきり言って燃費計測はゲームオーバーって言っていいと思います。1回バッテリーがね6分の5まで溜まると、なかなかね放電っていうのがねできないんですよね。はい、今も EV ならない病発症してますけど、これね強制解除しないと、これで EV ならない病発症し続けて走って、ね、まあ、その時は瞬間燃費いいかもしれないけれども、まあ後々のことっていうかね、やっぱりそのブレーキで回生ブレーキがちゃんと効かなくなるので、その後ずっとバッテリーが溜まったままで走るとめちゃめちゃ効率悪くなると。なんで EV ならない病発症してすぐに解除できないでね、バッテリーが6分の5まで溜まったら、もうその時点で、あ、今日の燃費は諦めるってやった方がいいですね。その辺だから、まあ、あまりにもその制御が無能なんだけれども、それを逆に楽しむというか、まあ、ゲーム性があっていいかなって開き直って私は思ってます。まあ、IDCD は、まあ、何が言いたいかというと、このシステムがダメだっていうことを言いたいんじゃなくて、もうかなり未完成だと。ソフトに関してはまだまだ改良の余地がすごいあるにもかかわらず、このシステムをやめちゃうっていうホンダに対しての憤りを私は感じますね、やっぱりね。まだこのシステムはすごく発展の余地もあるし、制御をもっと磨けばね、まあ、THS2 並みの燃費をね、郊外では出せる、まあ郊外だとそれ以上ですね。で、高速も THS2 以上の燃費が出せる。市街地はね、当然ちょっと落ちてくるけれども、まあその辺でもね、やる気がないというか、未完成で終わってしまうって、まあ、これ今まで何回も言ってきてますけれども、まあ、EV ならない秒かかって無視し続けて走ると、本当に燃費が落ちるっていうところで、これこの前ねコメントいただいたんですよ、ね、EV ならない病発症した場合と発症してない場合とで、ね、燃費がすごい変わるっていうコメントいただいたんですけれども、まあ、EV ならない病発症してすぐにね解消できればそんなに燃費落ちないと思うんですけれども、まあ、EV ならない病発症してその後バッテリー充電し続けてね6分の5までいっちゃったら、もうその時点で、もうね、まあ、そこからなんだろう、うまく解消できて EV 走行続けられればいいですけれども、なかなかねそうもいかないときはバッテリーが常にね6分の5で走り続けて、そうすると回生ブレーキはほとんど効かなくて、まあ、回生ブレーキが効かなかったらもうハイブリッド車として終了してるわけですよ。もう回生ブレーキが効かないってことはもうガソリン車、ただの重たいガソリン車、バッテリー乗せたただ重たい車を操ってるってことですから。なので本当に EV ならない病っていうのはすごく厄介、まあ、だけど、まあ、運転が面白いね要素を作り出してるというか、その無能な制御がゲーム性をね生み出してるっていうところで、まあ、IDCD は面白いですよね、うん。まあ、でも何が言いたいかというと、とにかくこの IDCD っていうのは本当に未完成で、ソフトに関してはまだまだ改良の余地がすごくあるということです。でもそれをやらないで、IDC でやめちゃうっていうホンダに対してはすごく憤りを正直感じるし、まあ、すごい残念だなっていうふうに思いますよね。はい、ということで、まあ、今バッテリー残量結構ありますね。あるけれども、リタイ 27.2 超えましたね。まあ、カタログ燃費超えました。まだもうちょっと上がりますね。で、長く走れば走るほど暖気の時間の割合っていうのが短くなってくるんで燃費上がってきます。はい、ということで今回は IDCD ハイブリッド限定で短距離走行で燃費を上げる方法、まあ、これ推奨するものでは決してないですけれども、まあ、こういう方法もありますよということでお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。